ハゲた頭はもう手遅れ。B 型なんでそこはご了承。毎日毎日うざいポストをするパッキポッキです。はい、パキパキです。今日も一日お疲れ様です。はい、お疲れ様です。今日は土曜日ということで、お休みですね。いいですね。はい。今日のこちらの方面は、天気いいですね。ずーっと続いてますね、天気がね。いいのがね。はい、皆さんいかがでしょうか。さあ、いよいよ10月もあとわずかということなんですけど、どうすか、もうあと11、12、あともう2ヶ月っすよ、今年も早いですね。もうどん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 じいさんじいさんになっていっておりますが、はい、もうこのインスタやりだして、去年ですかね、やりだしてからもう1日が早い早い。はい、1年が早い早いって感じですよね。だいたい年明けて1月から、どんなでしょうか。まあ、夏になるぐらいまで結構ね、なんか長いよなーとかいう感じはしてたんですけど、もうね、日々、こういうことをやりよったら、なんかもう、追われる感じになりますよね。だからちょっと作品的なところももう全然なんかもうぐっちゃぐっちゃになってる感じがしますよね。はい。で、一回こういうのもピタッとやめたらですよ。ね、ちょっと会った時はもう時間ないしやめとこうって言ってやめたらもうずらーっとやめてしまうというね、もうほんとそんな感じですよ。どうでもいい話です、すいません。昨日ですね、ライブしました。はい、とりあえずサボシマさんがね、なんかすごいテンション上がってましたね。はい、たまたま見た時がなんかちょうどセブシメ T シャツ、作りました、ルンティ長袖を作りましたって、ルンティのことね、作りましたとかって感じでね、なんか言ってから、それで、すごいなんか声がなんか3オクターブぐらいなんか上がってから、クレヨン塗ってくれてとかで、ね、ええ感じです。はい、サボシマさん本当みんなをこうかっさらっていく男やなって感じがしますよね。はい、で、まあ、それに対抗してですね、私ももうちょっと30分ぐらいちょっとライブしようかなということで、こう、初めて立ち上げたんですけど、はい、昨日もね、いろいろありましたですね。はい、まあ、結構人数もね、集まってきて、まあ、集まってきてって言っても、20人、30人ぐらいですか。はい、ですけどね、はい、まあ、ありがたいことなんですけど、やっぱりですね、昨日、ゆうさくさん、おさみみさん、まりさんですかね、4人でやって、んで、おさみみさん抜けたんで、ファカさんですかね、ファカ、カクタス、オブレインさん、アメ男ですね、はい。で、参加してっていうことやったんですけど、やっぱ全然知らない人がやっぱこう目に来ますよね。うん、ゆうさくさんのとかのフォロワーさん特にそうですよね。なんじゃこいつはっていう感じだったでしょうね。もう毎回ね、説明するのがもう大変なんですけどね。はい、植物の話は一切しておりませんと。はい。で、もうこんな感じでわけわからん話をしておりますんで、どうぞ、ご興味ない方はすぐもう何も言わずに、出て行ってもらって全然構いませんっていう感じでですね、毎度の、決まり文句を言ってたんですけど、昨日はね、もうなんかちょっとさすがに声が出なかったんでしょう。まぁ、ちょっといっぱいやってやったからですね、はい、うちがいつもやってるんですけど、はい、それでからなんかもう親がね、もううるさいよとか言ってから言ってですね、はい、やべとか思ってですね、ベランダに出てましたけど、ベランダってか外にね、出てましたですけど、はい、まあ、やっぱ面白いっすね。なんか多分もうこういう感じでリモート飲みできるちゃろうなとか思ってですね、はい、思いましたね。ただね、やっぱ思ったんですけど、みんな自分でこうされてますけど、私だけ声変えてるじゃないですか。で、これが今受け取るって、とりあえずね、受け取ると思ってやってるからですね。SE の拍手だとか笑い声とか、ああいうのがあるから結構みんな聞けるんだと思うんですけど、私ただのこの自分でやっていたら、
ねえ、多分しょうもないと思います。ただのおじさんや、あのおっさんや、じいさんやとか言ってね、やっぱ A さんとか他の方も言われておりましたけども、全くその通りで、はい。で、昨日、まあ、ちょっと、マサキンさんですね。マサキングさんが、ちょっともうライブしないみたいやから、もう寝るとか言ってから言って、その後にやっとうから、結局当の本人はもう寝てしまったんやろうなと思ってですね。悪いね、とか思いながらですね。はい。まあ、昨日もね、ディスりまくりまして、はい、マサさんもディスりのね、はい、下ネタもいいの。とりあえずぐるぐるはならやったですね。あ、ヨウサクさんがちょっとぐるぐるになったんですかね。はい。なんかあれらしいですね。なんか2階とか、ああいうとこ行くと、やっぱちょっとこう、ぐるぐるしおるみたいですね。はい。まあ、ちょっとヨウサクさんもちょっと体調がね、気になるところではあるんですけど、はい。どうなんですかね、とか言って思っております。はい。じゃあ、この続きは YouTube で。はい、バキポキさんのぼやき、あったかきです。ということで、はい、もう、なかなかね、この YouTube の方は、ほとんど聞いてくれてませんからね、皆さん。もう、ほとんど既得な方しか声聞いてもらってませんので、はい。まあ、なんでも話していいのかなとか思ったりもするんですけど。今日やったんですかね、ついに、まっさら DJ さんがですね、8時、半からということで、はい。まあ、これをポストするときはもう終わっとるかな、それとも、まあ、だら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 してるかな、とか思いながらですね。はい。さあ、どうなんだろうか。でも、あれらしいですね。ファカさんもちょっと、アシスタントとして、とかって、いやいやながら参加する。言えてないってね。ファカさんなんかですね、車をなんか納車されることで、まあ、これはいいことやから言っていいと思いますけど、はい。なんか、立派な車を買われたそうですね。はい、いいですね。はい、まあ、独身やからね。うん、それぐらい楽しみないと。いいと思います、いいと思います。はい。まあね、その車乗ってから、ね、いろんな、ね、ガールズバーの女の子乗せて、頑張ってください。そう思いますが。土曜日、さあ、休みに入っておりますが、やっぱ車少ないですね、こっち。はい。いいですね。みんな休みでですね。どっか行かれてますかね。結構鹿児島さんの株も結構昨日ライブで売れてたみたいですね。なかなかいい感じですね。で、なかなかこう、気分もいいみたいで、なんかすごいノリノリになってきたですね。もう一時前までもうなんか眠そうな感じでね、なんかポテトチップスバリバリ食べるおじさんやったけど、はい、今はもうね、なんかパイーンとかなんかすごい、なんかこう、うれしそう。なんかいじって前のうれしそう。あの人 M か。鹿児島の S じゃないで、M 島やね。ね、そんな感じで思っておりますが、どうでしょうかね、皆さんもそう思いませんか。ただね、もうそういう感じで、いつも毎日やってるから、なんか面白いことがないかなと思ってね、やってるんでしょうけど、なかなかもう、簡単に言ったら、おごちゃま系の感じですよね、うん、思うままって、まあ、私も人のこと言えないんですけど、うん、だけど面白いっすよ、全然こう、悪気って、なんかこう、駆け引きみたいなの、まあもちろんあると思いますけど、バレバレの駆け引きだけですね。あの人言うもん。俺は今ね、こうやってやろうとしてるんだよって言うんかいと思いながらですね。面白いよね。で、手品をしても、こう、種がもうバレバレみたいな、そんな感じがします。見えてる見えてるって言ってね、そんな感じがするんですけど、まあそこはいいんでしょうね。まあある意味分かりやすいからいいですよね。はい。でもしょうが、まあでもそれはね、みんなが大人の心でもしょうがないな、乗っかってやるかとか言っていうような感じで、まあしてあげてるような感じはやっぱしますよね。はい。でもそういうのでいいと思いますよ。変にね、こう、格好つけて隠してから、ね、駆け引きしてからとか言って、分かりにくくしとったら、まあみんな、そこの部分でやっぱね、相手しますからですね。
ね、下ネタが嫌いと下ネタが嫌いって言ったから言わな、ね。違うか。話は変わってますね。まあ、一切情報が入っております。入ってきませんのでですね、もう何もしようがないんですけどね。まあ、うまいこと、販売力注いで、頑張っていければいいなと、まあ、こちらの方では思ったんですけどですね。なかなかね、こう、販売の方にこう、影響があると、あれになってやっぱ思うからですね。当たり前ですよね。なんか、もう嫌ったんやったらもうしょうがないよねってやっぱなるじゃないですか。なんか嫌々ながらね、やってもしょうがないからですね。はい。そういう感じです。はい。まあ、ただこっちもね、いろいろ、ずっと仲良くさせてもらってたんで、心配はしてますよっていう話なんですけどね。はい。まあ、早く気づけよっていう感じはしますけどね。はい。最近ですね、マリちゃんですね、はい、ね、なんかよく絡んでいただけるんですけど、はい、まあでも程よく下ネタ、程よく笑い、程よくマニアックな話っていう感じで、まあなかなかいい感じでこう絡んで今来てるかなっていう感じがしますね、はい、まあちょっとサミミさんほぼほぼ喋ってなかったんでね、久しぶりにこう話ができるかなとかって思ったんですけど。昨日はもう真っ暗闇でしたね。これ何これ何これどうやったらいいぞとかってね、いう、まあ、演技もされてましたけど。演技会って違うか。そう思います。まあ、ゆうさくさん安定的なね、喋りと、ね、美人妻がね、一緒に写って、ね、アクセサリーを作られてましたね。あれなんか欲しいっていう人がいらっしゃいましたね。なんかうまいこと、ゆうさくさんが。プロデュースして販売したらいいんじゃないかなとかって思いましたですけど、ねえ、そこら辺は結構雑でしたね。ゆうさくさんとかね、一生懸命奥さん作れるけど、売らないって思いましたよ。はい。明日、あれなんですね、衆議院議員総選挙なんですね、10月31日。キーさん、キー高さん、山本幸三さん、西田力さんってね、まあ、みんなパッとせん感じの人ですね。まあね、なんかこう、売名行為じゃないですけど、なんかね、イベントに人が集まっとるとこにわざとそこに行って、なんか、演説をしたって人がおったらしいですね。なんかバカなことする人もおるんやねとか思いながら。ただいやいや違うんですよみたいな感じで言い訳してましたけど、そう見えたわけそうやないかいって言った話なんですけどね。はい、まあそんなことやめてくださいよって感じですけどね。はい、まあでもあれですね、世間はもう本当コロナのそのワクチンをやっぱ接種したっていうことで、まあ、接種率はかなり高くなってきたんでね、やっぱりこう解除されて、昨日でも北九州ゼロやったらしいですね。もう出てないみたいですね。やっぱここでちょっとどうなんやろうかと、変異株系が来たらちょっとやばいぞとか思いながらですね、はい、私は引き続きいつもの通りやっていかないかなと思っております。まあイベントがですね、普通にこう行われてくると、うーん、やっとこう今まで通りの感じのね、そういうイベントがあるかなとかと思うんですけど、どうなんでしょうね。でも結構そういう、なんかでも演芸やろうぜ、密やったよね、結構ね。でもあの時でも何も出てなかったんでしょうね。わからんけど。実際今どうなんでしょうね。コロナおるけど、みんなワクチン接種してるから、とりあえず、かかっても、かかってないっていう、なんとか微妙な感じですけど、体の中でそういうのを取り除いてるのか、戦って殺してるのか、わからんですけど、ねえ、そんな感じになっとるんですかね。わからんですね。はい。まあでも、本当ね、最初かかった人のあれ見たけど、やっぱきつそうやったもんね。なりたくないよね、とかってやっぱ思いましたもん。まあただ、引き続きですね、いくら2回打ったとしてもですね、はい、気を引き締めてやらないかな、とかって思っております。植物のこと、窓際、降る頃はですね、今19度でしたね、今日朝見たらですね。外は14とか、そんな感じですかね。結構、暖かいですね。窓際は、まあ、特に暖かいんで、今ぐらいやったらずっといいなとか思って。まあ、見た感じ、そうですね。なんかこう、変化あるものもなく、
ないね。やっぱちょっと根付いてねえなーっていうのが何株かあるので、いや、まあまあもちろんこの前来たのは根付いてないですけど、ちょっとそこがね、やっぱどうかなーと思って、やっぱ気になっておりますね。いやー、どうこのまま冬行ったらアウトかなーとか思ってるんですけどね。もう、まあ、その時はちょっと水はもうちょっと極力上げない方向でやろうかなと今ちょっと思ってるんですけど、逆に上げないよって言うかもしれないですけど、上げすぎてダメにするパターンがやっぱ結構多いんで、逆をしてみようかなとかって思っております。はい、じゃあ明日は日曜日ですね。はい、まだお休みということでよかですね。はい、まあゆっくり休んでくださいっていう話で、はい、私はまあ相変わらず仕事でザマーミロデースで頑張っていこうと思います。はい、じゃあ今日はこれで以上です。テッケニージー。